インタビュー&テキスト、沖さや子、ロックインジャパンフェスティバル2024で初披露し話題になったコラボレーション楽曲、メロドラマを8月30日に発表した、今瀬と名取。彼らが表作曲の第2弾として、新曲、メトロシティをリリースする。同曲はメロドラマと同タイミングに共作されており、きらびやかな 80s シティポップ系サウンドにそれぞれの東京に対する思いや考え方を綴った歌詞が乗る。その場のフィーリングで生まれたアイデアを積極的に入れたことも影響してか、両者の作り出すグルーヴの心地よさはもとより対極的なキャラクターが際立った楽曲に仕上がった。共通点だけでなく、お互いの相違点を好意的に受け止められる者同士だからこそ、今瀬と名取の関係値は深まり続けているのかもしれない。メロドラマ時の対談に続き、二人にメトロシティ制作の背景を聞いた。この二人だからできた2曲、お二人のコラボ第2弾となる共作曲メトロシティはどうやらメロドラマと同じタイミングで制作されたそうですね。名取、メロドラマもメトロシティも僕が今瀬くんの家に遊びに行って作った曲ですね。実は先にできたのはメトロシティなんです。メロドラマというタイトルもメトロシティが先にあったから、目で始まって曲に合う言葉ないかなと考えてたどり着いたもので、メロドラマというワードは少しレトロですよね。それでいてロマンチックな。名取、メロドラマのタイアップである日産90周年記念ムービー日産ラブストーリーが、いつの時代も車が二人の距離を近づけるというテーマなので、レトロな要素も未来も感じさせる言葉にしたかったんです。ムービーにも合っているし、僕らの楽曲の世界観にも馴染みやすい言葉なので、これだと思いました。自分でも気に入っているタイトルですね。あとメトロシティとメロドラマは同じタイミングで作っているのもあって、キーが一緒になったっていう。日産90周年記念ムービー日産ラブストーリー、確かにキャラクターが違うのになんとなく似ているところがある2曲だなと思いました。名取、でも意識的に寄せたわけではなく、結果的にそうなったというか、それは今瀬くんの家での制作がすごく楽しかったし、この関係性があったからだとも思うんです。今瀬、間違いないね。あと、この関係性がなければこのスピード感で2曲も作れないと思う。かっこ笑い。あんなにサクサクいくと思わなかった。名取、それは本当にそう。かっこ笑い。このスケジュールで間に合うのか、僕のデモで共作がうまくいくのか、不安もあったけど、全く杞憂だった。すごくサクサク進んだし、メロドラマはデモから格段に良くなりました。今瀬、メロドラマはタイアップを受けて名取がある程度デモを作って、僕が一緒にそれを拡張していく制作で、メトロシティは僕の 80s シティポップ感のある名取を聴いてみたいという構想から、トラックやサビの雰囲気を作ってほぼ同時に案を出し合って作っていきました。それぞれでやりたいこと、やるべきことのテーマが決まっていたのでやりやすかったし、結果的にちゃんと2曲の住み分けができたかなと思っていますね。メトロシティの歌詞には、上京した人々から見る東京が描かれています。今瀬、せっかく共作するなら、お互い共通している部分をテーマにしたかったんです。トラックはシティポップだし、僕らは上行組なので、東京に対して思っていることを歌詞にしたらいいんじゃないかなと思って。僕が特にアチーナと感じたエピソードがあって、サビの CITY の後の歌詞、名取、あれね、本当は宙に舞うという言葉をはめようと思っていて、
今せ、でも、ここをダブルミーニング的な歌詞にしたいなって話をしたんだよね。田舎から都会に出てきてあたふたしてしまっている様子を入れたくて、それで出てきたのが宙に舞うという言葉で、それを受けてな鳥がとチューニング合ってると言ったんです。その瞬間にふうってかっこ笑い、な鳥あれは湧いたねーかっこ笑い。今せ、今回の制作で一番湧いた瞬間だったねかっこ笑い。チューニングは音楽用語だし、そんな僕らが都会のチューニングに合わせられてるみたいな感じ、すっごくいいな。鳥がメロドラマの対談で自分にないアイデアを出してくれたと言ってくれていたけど、それは僕も同じなんです。すごく楽しい制作でしたね。両極端な東京への印象、もともとお二人が様々なメディアで発言している東京についての印象は両極端ですよね。それこそ歌詞に書かれている通りなのですが、な鳥さんは気づかれしちゃって動けないと。な鳥、東京はせわしない感じがしたり冷たいなと感じてしまう時があって、すぐに会いたい人に会えるのはすごくいいけど、コンビニに行くにも足が重いし、できる限り人と喋りたくないなと思っていました。行列とか人混みも苦手なんです。一方、今瀬さんは多くの人のざわめきを人の波が奏でるようだ、魅力的に響いてるよと綴っています。今瀬、僕の地元は外に誰も歩いていないくらいの田舎なので、華やかな街並みを見ているとテンションが上がるんです。これだけたくさんお店があってどこもかしこも行列ができていると、人って入りたいお店に入るために並ぶんだと思うし、でも僕も並ぶのは得意ではないですかっこ笑い。ナトリ、いや今瀬くんの苦手は俺とは比較にならないですよ。ほんと今瀬くんは陽で俺は影なので。今瀬、そんなことないって、かっこ笑い、俺はめちゃめちゃ影だよ。ナトリ、誰が言ってるのかっこ笑い。メトロシティはこの対極なところがキーになっていると思います。特に僕が書いた2番 A メロの歌詞はかなり自分のダークなところが出ているし、今瀬、しかもその部分だけな鳥がベースを打ち込んでいるから、歌詞も音も名鳥のダーク成分が出ているねかっこ笑い。